ちは、ホタルグサです。今日はディップフラワーでいちごの花と、実ですね、こちらを作っていこうかなと思います。はい、では用意するのは 2.5 センチと 1.5 センチのゲージパイプと28番の白地ワイヤーですね。まず実から作っていきましょう。いちごですね、4回巻きつけてちょっとギリギリなので、まあね、なんとか平やっとこなどを使ってこれを、輪を、ね、ゲージパイプの溝に通して輪っかを作っていきます。ねじって止めて、でこれだとワイヤーが足りないのでちょっと別にね、また新しいワイヤー出していただいて、こっちをどうしましょう、下にしましょうかね。こうして形作って、こちら側が上になるので少しねディップした時の、立てるね、分の高さを残して、でここ、一周させてからねじって止めるといった感じですね。もしぐらつくようでしたらね、ここ接着剤で止めておいてね、ぐらぐらしないようにしておいてもいいかもしれません。で下の方はこんな感じでカットしてしまって、まあ、もしね、回るよ余裕があればこのように内側にね入れてしまってもいいと思います。まあそのままでもね、まあ、ディップするんでそんなに問題ではないかな。緩かったんでね、今、ちょっと平屋とかでくるくるとねじって止めましたが、で開いていきます。22でまず開いて、それからその2を1にするっていう感じでね、こんな感じで間がね均等になるように開いていきます。で少し上からギュッとね、中心部分に押して、いちごの形にね整えていきます。はい、1.5 センチでもね同じように作りました。まあ1個ぐらいですけどね。でゲージパイプがね、こんなゲージスティックですねの9ミリのところで、今ねお花作ってますが、別に1センチゲージでも大丈夫です。まあ、この辺はねそんなにサイズの差はないので、問題ないですね。間2回回して5枚の花びらですね、できたら外して1枚目を挟み込むようにしてねじって止めます。これがね、白いイチゴの花になります。で真ん中ね使うので広げて形整えておいてください。はい、で、ちょっとねこれディップするとき間がね狭いので、互い違いに少ししてこんな形でねディップすると、間がくっついてしまわないですね。はい、で28番で、ヘタというかガクというか、あのあれですね、イチゴの上についてるやつね、はい、穴葉っぱを作っていくんですが、今5ミリのね、ところでこんな感じ、間1回回し、最初だけね2回回さないとちょっとね、ぐらぐら緩むので私そうしてるんですが、こんな感じで枚数はね、まあ6枚から8枚、まあ、7枚ぐらいでいいかなっていう感じなんで、ちょっとね7枚だとでも、ディップした時間がねついちゃうんですよね、結構ね、まあ、6枚ぐらいでも十分かなと思います。でも細かい作業なので平やっとこを使ってそのままね、葉っぱのヘタの部分なんでキュッと押さえて先端をね尖らせていくっていう風のをね細々とやっています。もしゲージスティックをお持ちでない方はね、竹串なんかとかですね、あと竹ひごとかそういったものでね作っていただければいいかなと思います。竹ひごぐらいかな、5ミリそうですね。で目打ちでね、広げました。でこれね揃えて切っておくと後でね、ミラミスポンジに立てやすいです。でお花の分といちごの分ですね、数間違えないように作ってください。でこれはね3センチゲージですね、葉っぱ作っていきます。同じ28番でねやってます。3センチでやってますが、もう一回りね小さくても大丈夫かなっていう気はちょっとしてましたが、まはい、こんな感じでね、そのまんまです、こうね、別にね、真ん中作る必要ないのでそのまま3つね葉っぱを作ったら、先端尖らせて広げていきます。お花の時のようにね1枚目を引っ掛けてっていうのをね作業なしでそのままいきます。で平やっとこを使って内側にこうギザギザとね、つけます。これ全てに行ってください。でこうやってできたらですね、別ワイヤーをちょっと同じ28番、30番でもね大丈夫ですけれども、で根元あたりをくるくる巻いて、ちょっとねこのディップした時の枝もね短かったので延長しつつ、ワイヤーですね、こ
ここら辺に適当に絡ませて、ブリッジをかけるようなものですね。こんな感じでまず1枚目ブリッジかけていきます。キュッと折ってからね、一周させると綺麗にかかります。で、切ったらこのワイヤーそのまま使って、この辺もね、葉っぱの根元にくるくるとしてから上に持っていけば、まあ大丈夫ですかね。ここも同じようにやって、ブリッジをかけます。もう反対側もね、同じですね、作業は。で、このね、根元に引っ掛けた方もちょっとね、切って目立たないようにしておきましょう。で、こんな感じで3枚ともね、かかったらしっかりちょっとね、浮いてしまうとこもあるので、押さえつけて、あとはね、ディップしやすいように少し互い違いに形をしておきましょう。で、4ミリくらいのパールですかね、パールビーズ、これを使って今度はね、お花の真ん中部分ですね、黄色い部分を作っていきます。28番のワイヤーでね、パールピックを作るようなイメージですね、こんな感じの。はい、まあ、これミモザの回でもやってるんで、もしねミモザの回ご覧になってなかったら、まあ、参考にしていただいてもいいんですが、ブリオンです。これはね、手芸屋さんなどでも手に入るかなと思うんですが、接着剤をパール全体に薄く塗りまして、ズボッと入れて、ブリオンをまんべんなくつけます。はい、で乾かしておいてください。葉っぱはライトグリーンですね、こちらでつけていきます。ちょっと葉っぱ大きいのでね、こういう広い口のものでないとちょっとディップできないかもしれないので、そういう場合はね、1枚1枚作って、あのディップして後で合体させるという方法もあります。で、今回ね、いちごはチェリーレッド、ホットピンクでやりましたが、まあレッドお持ちだったらレッドでもね、いいかなと思います。こんな形のね、別ワイヤー、ちょっと太めのもので膜を作ってかぶせ付けです。今回は、はい、ちょっと大変なやつですね。よいしょ、そこに通すと、膜を作って通すタイプですね。 1.5 センチで作ったものはスノーホワイトでね、やりましたが、デラックスパールでもよかったかな。お花はね、まあ、もうスノーホワイトでいいかなと思ったんで、そのままスノーホワイトでいきました。まあ、もちろんね、お持ちでない方はね、クリアでリップして白いマニキュアで塗っていただければ同じようになります。で、これですね、1個だけ作ったんですが、 1.5 センチゲージのものはこんな感じで、ちょっと色味がね浮いちゃうかなって感じですね。で、乾いたらストレンスナーね、つけてしっかり振り落として乾燥させてください。で、先ほど作ったブリオンが、接着剤固まったので、黄色でね、のマニキュアですね、こちらで塗って、まあこれで乾燥でも完成でもいいんですけれども、まあもうちょっと一回りぐらい大きくてもいいかなと思ったので、さらにブリオンをつけました。はい、今の段階でね、完成でもいいです。で、まだねブリオンがちょっと取れやすいので、トップコートで、つけておきました。はい、ということで、お花に目打ちで穴を開け、こちらのね、額にも、額とヘタになる部分ですね、こちらも、穴を開けました。あ、そうだ、お花のね、ワイヤーはいらないのでカットして、で、こっちはですね、1本ずつに減らしておきましょう。ワイヤーあんまりね、多いとモコモコしてしまうので、後でフラワーテープつけた時にね、その防止のために少し減らします。で、お花と、真ん中に黄色いものですね、このおしべ、めしべ、毎回忘れるんですが、で、ねじって留めます。もちろん黄色いね、ビーズ用意していただいて、スワロフスキーとかそういうののね、カットビーズで代用していただいてもね、構わないです、この辺は。はい、で、いちごとヘタも、くっつけておきましょう。ここもね、ワイヤーは1本に減らしてます。ヘタの方にはね、目打ちで穴を開けて合体させて、よいしょ、ね、でね、1.5 センチゲージで作った小さい方はね、3ミリの、ゲージスティックでヘタ作りましたけれども、まあ5ミリでもね、大丈夫かなっていう気はしています。はい、で、こんな感じでね、今回は、ワイヤーバスケットムーン型、これ100円ショップでね、購入したものです。この小物入れみたいな感じですね。ここに、なんとかなんとかつけていきます。形も非常にやりにくいので、
別にねこれを普通に鉢植え風とかにしていただいた方が、最初は楽だと思います。まず適当な穴に通しまして、ワイヤーをこちら側に持ってきます。近いところからね出していただくんですが、それがね出しにくい出しにくいです。特に葉っぱがねワイヤーがたくさんあるんです。減らしてもいいんですけどね、出しにくいんですが、出したら根元でくるくると巻いてあげて固定と、まあね、ここではね多少ちょっとぐらついていても後で接着剤で留めるんでね大丈夫です。で、余分なワイヤーはね切りますが、あとイチゴとかねお花なんかはこのようにフラワーテープで少しね根元のところを、コーティングというかつけておいて、それからワイヤーで、バスケットワイヤーバスケットの方に、つけていきます。つけ方としては同じですね。適当なところ、これはね普通に、くるくると1周2周させるぐらいで十分かなと思うので、こんな感じで軽くつけておりますが、はい。で余分なワイヤーね切ります。切りにくいワイヤーも切りにくいし、でこんな感じでちょっとね押さえてあげて、危なくないようにねワイヤー飛び出てこっちにね向かってないように下開けはしておいてください。はい。でなんとかね、全体につけました。バスケットとしてもね使えるように一応したかったので、外側だけを軽くつけてあげるという感じですね。でこんな感じでねつけたら、最後にね、透明の接着剤なども使って少し最終的に位置を固定しておきましょう。動かないようにと、取れてしまわないようにだけはね、つけておこうと思います。まだグラグラしちゃうのでね、そういうところですね、固定をします。はい。でこれで乾かしたら完成となります。ここまでご視聴ありがとうございます。またよろしければチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。